はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、ついに今日からハーフアニバーサリーイベントが始まったというわけで、今日から1ヶ月ぐらいですかね、楽しんでいこうかなと思うんですけども、初日定番の新キャラの性能を見ていこうかなと思うんですが、五条先生とコーラですね。ぜひに見ていくんですけども、まずは新階層とりあえずコーラというわけで、HP30% アップ、体術頭頂式 41% アップ、このパターンですか。僕全捨て上がる階層好きなんでいいんじゃないかな。そんでもってスキルが、必殺に反応して、自身に行特性の与えるダメージ 90% アップ付与、一旦1回というわけで、これなんじゃこれ何この階層。まず、階層の中で多分最強ちゃうこれ。行属性キャラ専用の最強階層と化しましたね。これ与えるダメージ 90% アップ、非常にまずいですねこれは今までは体術術式 85% アップが天井やったんですけども、一気に 90% アップ。はあ、これはなんか面白そうな階層が登場したなという感じやな。そんでもっとオートスキルが、必殺ゲージが最大の場合ブレイクダメージ量 20% アップ費用一旦というわけで、まあブレイクしやすいっていう、しかもこれ必殺ゲージ最大の場合っていう、回数制限ないんですよ。だいたいこういうのって、最大の場合バトル中1度のみとかあるんですけども、これは最大やったら何回でも発動できるっていう、ハーフアニバーサリーやなーっていう、いつもとはやっぱり違う階層ですね。オートスキルも全然強いわこれは。はい、てなわけで、五条先生見ていこうかなと思うんですけども、行特性ですね、複合系というわけで、HP23,700、体術6,900、術式7,800、必殺ゲージ1,500というわけで、必殺ちょい溜まりにくいんか、なるほど。んでもってコマンドスキル、レベル10、呪力1消費して、体術 208%、術式 158% の複合で、挑発一旦1回確率 35%、他のスキルより必殺ゲージ獲得量が多いというわけで、呪力0技が呪力1消費、なるほど。まあ何も関係ないんですけども、合計これ何倍や、100360%ぐらいか。もういきなり執念というのをいかんなく発揮しているこの五条先生、 360%。 ほんで確率挑発で必殺ゲージ溜まりやすいっていう、この必殺ゲージ溜まりやすいんがどんだけかっていうのは分かんないんですけども、挑発確率でつくんは面白いな。なるほど、複合系これでちょっと注目されるんじゃないか。僕複合系大好きなんで。はい、そんでもっとお次、無加減呪術、レベル10、呪力1なんや。消費して自身に攻撃無効化付与3ターン、被ダメージ 30% アップ付与3ターン1回、術式 5% アップ特殊、付与5ターン、術式アップ過去特殊効果解除後に再使用可能。ほんで、術式アップ特殊の効果中、術式の開示へスキル変化、消費呪力1、自身に与えるダメージ80% アップ付与4ターン、会心率 30% アップ付与4ターン。あ、バグってるわなんじゃこれ、これ何これ、嘘やろこいつ、こいつ嘘やろ、なんじゃこの性能なあ。バグっとんなこれは攻撃無効化3ターン、これ回数制限がないっていう変なことなってんねんけど、これなんじゃこれ、何この性能マジで終わっとんなこの性能。んで、被ダメージアップつくんですよね。ただしかしこれに関しては回数制限あるって1回だけだから別に関係ないな。自分にもし飛んできたとて
攻撃無効化なんで、だから火ダメージアップ関係ないわ。うん、で、術式 5% アップ、 5% だけなんですけども、5ターン続く。ほんでこれ打った瞬間に、能力変化しまして、与えるダメージ 80% アップ、4ターン。だからこれ3回重ねがけできんのか、これ。え、何この性能、え、何この性能、なんじゃこの性能、え、おかしいねんけど。史上最強キャラなんですけども史上最強キャラが爆誕している。これはね、マジでやばい火力が出ると思う。これだって呪力1やろ、呪力1なんがやばいわ。何呪力1なん、五条先生小さい頃から最強ですかこいつは。やはりそうなんですね。改めてこいつのやばさを身にしみて思いますわそんでもっと次、レベル10、呪力1。あ、今回全部呪力1なん。術式 433% ダメージで、与えるダメージ 30% ダウン不要、2ターン。なんじゃこいつデバフもする、しかも 30% ダウン2ターン。こいつやばいわさすが執念、さすが執念ですね。これは本当に史上最強キャラやなこいつ。433% 出しながら、これ重ね掛けできるんで 60% ダウンできると。恐ろしいねこいつ。ダメージもどぎついし補助もできるっていう。キモすぎんなこれ。なんじゃこの性能。執念か、これが執念か、このゲームの。これはちょっと今後の執念も楽しみですねこれは。んでもって必殺技が、レベル10、敵全体に 1503% ダメージっていうわけで、 1503% 全体掘り込みか。なるほど。これはね、想像のはるか上行く火力出るんじゃないかな。うん、で連携必殺も会心と与えるダメージ 30% アップ付与、4ターン。バフの効果も長いなこれ。そうか、全体っていうのもなお優秀ですね。はい。でもってオートスキルが、バトル開始時攻撃無効化付与2ターンと、火ダメージ 30% アップ付与2ターン1回、術式 5% アップ付与、4ターン。あ、もういきなり特殊つくんや。なるほど。ていうわけで、今回の五条先生帰らないんですよ。途中で帰らないっていう、スキルなんですよね。今までの五条先生は7ターンで自爆するからあんだけ強かったんですよ。今回の五条先生は7ターンで帰らないのにもかかわらず、この性能、弱いとかじゃない今までの五条先生のはるか上行く強さしてるねこれは。で、会心発生したら与えるダメージアップ、またさらにバフがつくっていうわけで、この無加減呪術が全てやなこれ。この、攻撃無効化付与とかは、この術式アップ5ターンが解除されへんかったらこれ打てへんねんけど、ただしかし、これ変わりますんで、このバフに、この術式の開示も、この術式アップ特集が解除されへん限り重ね掛けできひんのかな。ちょっと謎は残んねんけど、最強に変わりないわ、引くしかないわ。